バニラスカイ。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイ、後ほど可愛いゲストをお迎えしようと思いますが、その前に皆さんに一曲お届けしたい曲があります。アイジスというね、ピアノと歌で作ったナンバーです。私の大好きな人。なんかね、永遠の形ってあるんだなーっていろんな意味で感じる今日この頃なんですけれども、とにかくね、大好きな人、大事な人に届きますように、届けますので受け止めてね。ということでお聴きください。アイジス。夢を名前を呼ぶ死なない声、穏やかな瞳で微笑んでいた。真綿の何も知らないその肌は誰を愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前に、あなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことのない愛しさも、まばたき一つほんの一瞬で光り続ける、光り続けてくこの胸の中にずっと、この胸の中にずっと。それでは今夜の可愛いゲストを紹介しましょう。うちの姫のシナン。皆さんこんばんは。こんばんは。シタン、今日は2回目のゲストですが、はい、今日もありがとうございます。ありがとうございますあのさこのじゃないな、3月に入っていろいろね、ちょっとパタパタしてた、パタパタしてたってわかるかな、バタバタしてたね、忙しかった。そう、忙しかったよねそう、忙しかったからね、ママはねシノンの笑顔を見て癒された。いっぱいよかった、いつもありがとうねもう家庭の話をそのままラジオに載せるのもどうかと思いますがね。はい、まあいっか、まあいっかしーちゃん卒業式があったでしょう。ありましたね。どうだった皆さん。あ、リモートだったね。リモートでありました。皆さんすごいんですよ、鹿児島のね卒業式、中学校なんですけど、体育館で3年生が、保護者の方もいらしたんだよね。いました。うん、で、あの皆さん参加されてるのを各教室で子どもたちが見てるの、うん、なんか不思議だよね、テレビ見てるんだもんね、うん、すごいね。でもよかったね、卒業式あってね、うん、去年は入学式あるかなって心配して、ママは入学式参加できてよかったもんなと思ったよ、うん、友達からお母さん着物着てたねあ、去年ね、そうそう、着物着てたん。
あの着物踊っていうね、あの着物のモデルでね、あのご縁いただいた紀の和装学園さんの、うんね、学園長先生からねお着物をお借りしてね、うん、あの時さ卒業式も来たじゃない、うん、先生のおかげでさ、うんうん、そしたらあの太陽に浴びたらちょっと赤くなる着物でさ、うん、色が変わるねえ、綺麗だったよね。めっちゃ綺麗だったねえ。で入学式はピンクだったよね。だったね、うん、でもねママはほらもう正直さ、あスーツ買いに行かなきゃなみたいな感じの時に、うんうん、まあ着物が好きだからね。ばあちゃんはほらあの私のばあちゃんだから、しーから言ったらひーばあちゃん、うん、あの鹿児島はね奄美大島っていう島がありまして、そこであの大島紬っていうね着物を織ってこう染める、うん、あそうごめんなさい、染めたなんていうのかな、まあ、独特な手法があるんですよ奄美大島に。そこに大島紬ってあって、でばあちゃんがあの私のばあちゃんは折って仕立てて着付けるっていうね、うん、ばあちゃんもね真っ白な着物の、あの結何て言うの、結納とかじゃなくて結婚式よ、結婚式用 の、 あの着物とかもね折ったりしてたよ。すごいことなのよね、うん、学校で大島紬について習って、うん、でしょ。今ねやっぱりこう次の世代を求めてらっしゃるもんね、うん、大事な芸能だからね、文化だからね。なんか着物だけじゃなくて物とか、うんうん、バッグとか、うんうん、定規に挟んだりとか、定規に挟んだり、定規の中に入ってたりとか、大島紬が、生地が入ってる、かわいいね。そんなことが、そんなことも作ってるのね、そんなものもね。あのさ、デザイン100覧会っていうイベントがあったでしょ、鹿児島で、うん、まあ、今年もはなかったよね。で、あのそのデザイン100覧会に出展された方が大島紬の生地を使った小物、うん、うん、すごい大人気だったよ、かわいかったもん。見とけばよかった、ね、でもね、おととしだね。シーがまだ小学生の時にはさ、そこまでこう、うん、あこれかわいいな丸みたいな感じだったけど今はもうちょっとお姉ちゃんだからね、あの気になるだろうけどね、興味が、そう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 ね。だからあの入学式も卒業式も、私は嬉しかったよ。かわいいなってやっぱ成長していってさ、シノ、うん、はさお利口なところがあの制服を大事にするじゃん、ちっちゃい時から制服って感じだったじゃん、ちっちゃい時から、ね、幼稚園の時からかな、もうね可愛かったよ、制服着るのっていうそんなに制服にこだわるみたいなさ、何か残したかったなそうそうだね。で制服、幼稚園の制服着なくなった時もなんで制服捨てないでみたいなさ、うん、まあ面白い子だよ。今もだね。でも今さコロナのあのこともあるからやっぱり制服毎日洗うじゃん。洗う。もうね制服ってあれ本当はあの取扱表示にはブラシではたいてくださいとか毎日洗うものじゃないんだけど、うん、うん、ねえあれ3年間持つかねどんどん薄くなってきた。そうそう、だいぶ薄くなってるもんね、うん、まあ、その時はちょっとあのなんていうの、制服貯金してだね、だね面白いよね。あということで、そろそろね、あのそうだから卒業された皆さんおめでとうございます。卒業おめでとうございます。ね、4月から新しいね、またなんていうの、自分の人生の場面がね変わってスタートになりますからね。はい、うん、応援してます。応援してます。自分らしく楽しく頑張ってね。頑張ってください。うんだね、しのまた先輩たちだからね。はい、あそしてさあれだよ、ちっちゃい子たちも今度1年生とかもいるんだよね。そういう子たちもママとかねパパとかがねやっぱりこう、うん、心配するかもだけど、みんな大丈夫よね、みんな成長して、心配こっちは心配だけど、もう子供たちはもうなんていうの、無限の力を持ってパワフルだから、こっちが一緒に成長できるチャンスなので、皆さんみんなで頑張ろう。おうおう、
では2曲目の今夜の2曲目しーちゃん何にしましょう今夜は何にしましょう今夜はね何しようかなやっぱりちょっと久々にこの曲流そうかなラブレターズをーそう私とね娘ののほほんとした毎日を私が勝手に綴った曲でございます、うん、本当にのほほんですそうそうそう私たちのほほんとしてますからねでは2曲目は皆さんにも届けたいですお聴きくださいラブレターズ幸せのピース今この両手いっぱいの愛を送りたい心と心を続けてく明日
まったりお届けしてますバニラスカイですがね、私たち意外とアウトドア好きなんですよね。はい、好きです。何好きですか？キャンプ。キャンプ何それ？ね、好きだよね。はい、実はね、あのテント買ってるんだけど、うん、テントはね張り出してないよね、うん、しかもハンモック買ってハンモックを出してるっていう。そうね、お友達と行った時にハンモックは出したね、うん、そう。でもさ、やっぱこう女性だけのキャンプは危ないから、うん、他のね家族と一緒に行ったりとか、うん、そうそう、二人で行くことはないんだけど、でも車中泊車中泊、うん、をすることとかさ、なんか今いろんなキャンプの仕方があるじゃん、うん、まあね、男性女性問わずにこうソロキャンプとかも流行ってるし、うん、まあ安全第一でねやるんだけれども、中でもね、あのバンガローとかは泊まりやすいよね。あー、バンガロー、バンガロー、ほらお家みたいな、そうそうそう、木の家、そう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 、ね、鹿児島で私の地元に近いところでね、大崎町っていうところがあるんですけど、国の松原、そこ良かったよね、うんうん、赤ちゃんとかも一緒に行ったことがあるけど良かったし、うん、あとあの私が観光 PR 大使を務めてます垂水市っていうねところのバンガローもいいんだよ、うん、よかったでしょ、撮影で行ったじゃん。あ、行った、ね、あの囲炉裏があったりね、綺麗、綺麗だよね。そう、川もねちょっと登ると綺麗なロケーションがあるし、あ、行きたいね、キャンプしたいね、行きたい。ママさ、来月誕生日じゃん、うん、で私の誕生日みんなどうやって祝うって言ってくれててね、うん、嬉しいけど、私の家族たちはよしキャンプ行こうって感じだからね、うん、そうね。あ、ですき焼きを食べるっていう、ね、あ、そう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 、前回の放送でもシーが言ってましたハピモのね、あの家族の記念日はすき焼きってね、うん、キャンプに行ってもすき焼き、そうそう焼肉とかなんかこう鉄板料理じゃないのね、うん、すき焼きなのね、うん、もう誕生日何がいい何がいい、いやもう決まってるすき焼き本当いい記念、あのなんていうの、記念日の決まりを見つけたね、うん、もう決ま、あの誕生日に何がいいって聞かれなくなったね。そうだね、まあ、お母さんたちはさ、もう皆さんそうだと思うんだけど、今夜の晩ご飯何にしようっていうね、うん、幸せな悩みが毎日あるでしょうからね、うん、だからやっぱね、もう決めとくと早いよね、うん、で今さ、ほらお家にいる時間がママも長いけど、うん、普段はさ、もう土日祝日が仕事じゃんママ、うんうん、だからバタバタバタってして、その間に誕生日とか来ると、あー遅くなった、何食べるってなるからね、うん、もうすき焼きって決まってる、楽ちんやね、うん、で食べたいものがあったら次の日食べよう、そうね。あー、まあでも子供が成長するってさ、こういろんな決め、ん？なんていうの？決め事？うん、うん、もうさ一緒に作れるから楽しいなって思うよママ、うん、最初はちっちゃい時はさ、ママがこうしてあげよう、ああしてあげようって思ってたけど、シノンが大きくなってくると、あ、これしたい、あれしたいっていうことが大事なことに変わるからね、うん、うん、そうなのよ、いいことですよ、いいことですねいいことですよ。では今夜最後の曲をお届けしたいと思います。ヨーコのナンバーで世界平和を願った曲ビューティフルデイズをお届けしたいと思います。それではビューティフルデイズお聴きください。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かないなら、わからないなら
選ぶ先にあなたがいる。未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。全てではない。空を見上げて心を強く、悲しみさえ力に変えて紡ぎ合おう私たちの新しい日できなくても心と心抱きしめて空を見上げて勇気を出して苦しみさえ笑顔に変えて空を見上げて心を強く悲しみさえ力に変えて紡ぎ合おう私たちの私たちの新しい日々。バニラスカイ、皆さんのリクエストやメッセージ大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いします。では今夜のコーナー行きましょう。ハピモノ、今夜のハピモノはママがいいですか？はい、実はですね、私のハピモノネイルの桜柄なんですね。実はインスタとか見ていただけるんですけれども、今ネイルチェンジした時に桜をね描いていただいてまして、今年もお花見行きたいなとかも思ってるし、まあ、いろんなちょっと思いがね桜には関係するですけれども、とにかくね指先って誰よりも私が見ますからね。シータね、うん、かわいいよね。めっちゃかわいい、ね、いつもラブブルカというネイルサロンのアミさんにお世話になっております。まあアミさんもねめちゃくちゃパワーパーソンなのでね、ぜひ鹿児島にいらした際はね見てください。ホットペッパービューティーとかでもラブブルカって検索していただきますと皆さん見ていただけますからね、ぜひインスタもチェックされてください。では今夜もあっという間にバニラスカイ、また来週というお時間になってまいりましたが、しーちゃん皆さんに一言どうぞ。ありがとうございました。これからも頑張ります。何頑張るんですか？勉強と、はい、いろいろ いろいろ頑張るね。そうね、毎日いろいろ頑張ってるからね、ママも引き続き応援します。そしてまたゲストに来てね。来ます。あ、やったねもうさ一人でさお話しするのも寂しいからさ、いてくれると嬉しいです
ね、ぜひお願いします。ということで今週のゲスト2回目の登場シノンでした。ありがとう、ありがとうございました。では皆さん今週1週間もめちゃくちゃ皆さんにとってハッピーでありますように。では皆さん一緒にバイバイハッピー。